フリーダム・オブ・ザ・シーズはアメリカのロイヤル・カリビアン・インターナショナルが運航するクルーズ客船。同社が2009年にオアシス・オブ・ザ・シーズを就航させるまでは世界最大のクルーズ客船であった。就航地域はカリブ海。ロイヤル・カリビアン・インターナショナル社のボイジャー・オブ・ザ・シーズ級の拡張版として建造した姉妹船で全3隻からなるフリーダム級の一番船である。 ウルトラ・ボイジャー級とも呼ばれる。客室は全部で1817室あり、そのうちの1084室が海側に面している。基本的には、ボイジャー級の船体を機関部前方でに分割し、その間に長さ27メートルの中間部を挿入した構造となっている。そのため機関や装備品、内装などで、ボイジャー級との共通性が高くなっている。船体を延長したが、 推進機関は、ボイジャー級と同出力のアジポット電動推進機であるため、ボイジャー級に比べ0.5キロトン程度の速力低下となっている。しかし本級の主な配線エリアであるカリブ海海域では高速巡航を必要とする区間が事実上存在しないため速力の低下は問題となっていない。建造はフィンランドのアーケルフィンヤーズ・トルク工場にて行われ、 2006年5月に世界最大のクルーズ客船としてデビューした。それまでの世界最大の客船はキュナードラインのクイーンメリーに出会った。フリーダム級はスポーツプール、噴水や滝がある H2O ゾーン、大人専用のソラリウムと3つのスイミングエリアを備えており、戦場初のサーフィンプールを備えるなど、ボイジャー級と比べてスイミングレジャー施設が充実している。 他の施設としては、ありがとうございます。